放送後のトークバトル ZIP+3! ププえどうなってます ?ZIP+3 といえばこうだよ、こうこう。いえ。初めて見たんですけど、<laughs> こんなんありましたっけそう,そうそうそう。え、大町入社3年目入社2年目です。まだ2年目か。はい。まだこれです。はい。 今日はでも、あの、ZIP の後、大仕事が待ってるから、プラス3どころじゃないんでしょえ、そういう顔してますかえなんかだって今日ちょっとさ、なんかいつもよりなんだろう、はい、前髪か眉毛かに気合い入ってるでしょちょっと、そんなにじみ出るぐらいな感じだったっていうのがすごい恥ずかしいんですけど。<laughs> いや多分この、ね、プラス3の動画、午前中には配信されるそうですから、はい、ちょっと見てる皆さんに告知をしておいた方がいいんじゃないのあじゃあ大変恐縮ですが、この場をお借りして、ちょっと宣伝をさせていただきます、えー、今日の「昼なんですに梅沢アナウンサーの代打で、えー、私、出演することになりました。イエーイ あの ZIP メンバーでは昨日の篠原先輩に続いて、2日連続で ZIP メンバーが代打で出るので、ぜひご覧ください、お願いしますよっいいね、昼なんですをだんだんジップが、こう、なんていうか、乗っ取っ取てるる感じがするね、まあ、徐々にこう侵食しているという感じですね。<laughs> はい えー、な,んかなかなかさまだこう他の番組に代ダ打ダで行くのってそんなにないでしょう経験まあ ZIP、はい、も代ダ打ダで来てくれてたけどはい全然ないです、うん、はい緊張するえ緊張しすぎてあのいつも ZIP の時って9時にベッドに入るんですけど<ー>全く寝られなくってあれ昨日あの12時くらいまでちょっとどうしよう明日どうしよう明日どうしようって やってたんですよねちょっとでも明日どうしようっていうのはそれ主に昼なんですのことを考えてて熱くなってしまったってことでしょいや、ジップが8割、昼なんですが12割って感じですかね。うん、あれ、あれ、ちょっと、お待ちさあ、はい、大丈夫頭、ちゃんとなんか整ってる <laughs> えっと、<う>20割僕の体は入るんで、まあまあ体大きいからね、いいことにしよう。 まあなんかもう燃え尽きてきてよ昼はい、うん、昼ではいしっかりやりきってなんかちょっと不服そうですけどごめんなさいなんかいいよいいよ,いいよ今日はしょうがないでもその分昼になんかちょっとこうなんだろう大ちらしさをさ全国のお茶の間に届けてきてねはい、はい、しっかりえなんかすごく悲しそうな表情なんですけど、うん、まあちょっとちょっとまあ まあちょっと12割、8割、まあ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 、まあまあ、いいでしょう、まあいいでしょう。うん、ちょっとあとで正式に部で謝罪させてください。<laughs> 大丈夫、大丈夫。いやじゃあね、ちょっとそんな、ちょっと心ここにあらず感が少しずつ漂い始めている大町君に質問、何がいいかな、はいあ。私がシャッフルしてるから、ストップって言って。でん 鍋料理といえば、うん、シンプルに。鍋といえばうん。なるほど。いや、でも鍋と言ったら、やっぱり僕、地元だと、あの、牡蠣。ね、広島の名産牡蠣なので、やっぱり牡蠣鍋。いいね。ですよね。いいねちょっと薄味のベースのだしに入れて、<laughs> で、ちょっと味変したくなったら味噌を入れたりして。ああ、いいね。ちょっと辛味噌とかだと逆、もっといいんですよね。ああ、それもいいね。わあ、お待ち料理するの僕します、はい。そうなんだ。へえ、はい、おうちで牡蠣もする牡蠣も、あの、兄の、あの、同級生がたまたま牡蠣を養殖やってる方がいて。ええ、いいなー。それでこう、ちょっと送っていただいたりして。 美味しいんですよ。身も大きくてブリッブリなんですよ。大好き。あ、大好きですか？うん、いいね。鍋もいいし、カキフライにしてもいいし。で,でもやっぱこうチュルンって体からいくのもいいよね。あ、いいですね。チュルンといくのもいいですし、焼き殻付きを焼いて上からバターと醤油たらし。あし<て>あ、もうダメだお腹すいた。<laughs> いや最高ですよよ、ね、このの時期のういいよでもそういう,こう美味しいものの話してるときのお待ちすごい表情柔らかくていいから。で,すかで昼なんですもん望むといいと思う。うん、いやなんかすごい怖いな。<laughs> <laughs> いやいいじゃないいいじゃない。いい,じゃない,い,いえみんな見てるからさ。はい、じゃあ徳島さん鍋。あ<ー>私、はい、鍋で、ね、そうだね。 私は、ね、最近あのスーパーでも最近売ってるんだけど鶏野菜味噌っていう味噌ベースのお鍋の素なんだけど、はい、これがねもうそれで、ね、お鍋すると、ね、野菜もお肉も何でもめちゃめちゃ美味しくなるししかもその鶏野菜味噌ってその鍋のもごま担々とかいろんな味があってああなるほどそ<う>いいですね最高なのよ。 えその鍋の時の締めって何入れるんですかえラーメンの時もあるし、でもご飯で卵を落としてちょっと雑炊にするともあるし。お腹、ねうん、すいたー。すいちゃん、ヒルナンデスの前、ちゃんとご飯食べていくんだよ。はい、なんかすいません、やたらとヒルナンデスと言っていただいて。いいやっぱほら、えっと、サステナブルじゃなくて、えっと なんとかなんかこう段々だんだんこう少しずつ少しずつ言うことによって皆さんに昼なんですを浸透させていこうっていうあ作戦だったんですねすいませんね本当はありがとうございます昼なんです昼なんです昼なんです,んです<笑><笑>じゃあ触ったからっていうはい最後に、えー、抱負をお願いしますえっとそれは今後に向けてですかそれとも今日の昼に向けて,今日,向けて今日の昼の大舞台に向けて今日の昼の大舞台に向けてえっと ま、梅澤先輩は大学の野球部の先輩でもあるので、もう神のような存在だった方の代打で入るっていうので、非常にこう緊張してるんですけど。まあ、梅澤さんではなく、大町らしさを出せるように精一杯全力で汗かいていきます。よろしくお願いします。なんか野球部的にも代だってね。なんか素敵な響きだね。そうなんですよ。いい感じですよね。はい、ライダーの神様になれるようにはい。 なんかそれ、なんか意味変わってきますね。まあ確かに、そうだとちょっとスタメンになれないみたいな。まあ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 、まあ。いろんな番組ででいけるみたいななっちゃいますね。そうねなんかまあでも、どんな番組でもどこでも輝ける。はい。待ってください。じゃあさようなら。さようなら。はい、以上、ZIP+3 でした、えー。ちょっと違った。あ、そうす。こうですね。そう。